くらしる。よくこうやって混ぜてください。またさらに、一体化しますんで、まあ、本当ね混ぜるだけで本当簡単なの。皆さんこんにちは、モンサンクレールのオーナーシェフの辻口博信です。今日はなんとバスク地方のバスチ、これのチョコレート版をですね、家庭で簡単に作れるレシピを紹介したいと思います。はい、では作る上においてまず型の準備、それをやっていきます。で大体ねこう四角く、シリコンペーパーでは構わないんですが、このシリコンペーパーを切ってあげて、そしてねこれをねこう中に引いていきます。こうやって型の底の部分が丸まらないようにしっかりとびっちりと紙を引いていきます。で紙がねちょっとこう多いとねいけないんです。ちょっと突起してるところをねこう切ってあげる。でこの状態でこれで型が出来上がります。オーブン220度に余熱を上げときます。そして、常温に戻したクリームチーズ練り上げていきますね。こうやってね。でここに塩、そして砂糖、これを加えて、練っていきます。こう常温に戻ったチーズだとすぐ砂糖がねこうやって練るとね中に入っていきますから、全体的にこうすり込んでいきます。はい、このような状態で綺麗なねペースト状、この辺ぐらいまですり込みます。でチョコレートを3種類を一緒にしてこれを湯煎で溶かします。今60度に沸いたお湯をですね用意して、そこにね3種類のチョコレートを一緒にしてこうやって混ぜていきます。そうするとねこうやって簡単に溶けていきますので、で中に水をね入れないようにしてくださいね。これに沸いた生クリームと牛乳入れるんでね。卵ねこれも人肌ぐらいまで温めます。これも60度ぐらいの湯煎で、こうやって混ぜながら温かくします。クリームチーズとね、混ぜ合わせやすいように。で卵はギンギンに冷えちゃうとなかなかクリームチーズが硬くなってしまって混ざりづらいんですね。で先ほどのチーズですね、これに温めた卵を3回ぐらいに分けて加えていきますね。しっかり滑らかにするためによくこうやって混ぜてください。はい、これで3回目ね。まあ、いっぺんに入れるとねどうしてもチーズがね泳いでしまって混ざりづらいので、3回ぐらいに、分けて混ぜるときれいにねこうやって混ざりますので。で次にふるっておいたコーンスターチ、これをこの中加えます。でコーンスターチをよく混ぜてあげます。こうやってね。そしてこの中にバニラのエッセンスね。でエッセンスない人はオイルでも構いません。ちょっとバニラの風味つけたかったんでね、これが用意できたら次に、沸かした生クリームと牛乳にチョコレートの中にそれ入れていきます。はい、では生クリームと牛乳、こちらをね電子レンジで沸かしていきます。まあ、大体ねふつって沸くぐらいでいいですよ。ボコボコ沸騰させる必要はないので、全体的にふつっとこう温めるような感じ、そのぐらいまで温めます。クラシルのアプリで辻口を検索してくれると私のお菓子動画が見れます。ぜひ検索してみて。この辺りのやつでね 600W50 秒で、温まりました。そこにですね、先ほど溶かしておいたチョコレート、これをねこの中に入れて完全に溶かしていきます。はい、この状態で溶かしたら、こちらと合わせますね。しっかりホイッパーでねこうやって混ぜてあげるとまたさらに、一体化しますので、この状態で、この中に加えていきます。はい、でよくね混ぜますよ。ほんとね、混ぜるだけでほんと簡単なの。大事なのはね、チョコレートを完全に溶かさないとここで粒々が残っちゃいますから、しっかりね溶かしてあげて、溶けたものと液体のしっかり80度ぐらいまで沸いたものを合わせて、最後はチーズに合わせないと口どけにね、違和感を感じますので、その辺注意してください。はい、できました。もう最初はこういうリキッド状なんですね。このリキッド状のものを焼いていきます。はい、ではね、注ぎ込んでいきます。はい、このような状態で、オーブンが220度になったので、この中に入れて22分焼いていきます。おっほー、こんな感じですね。はい、しっかりキリッと冷やして落ち着かせてから出したいと思います。クラッシルご覧の皆さん、こういうね僕の楽しいお菓子作り、実はフードマスタージャパンという YouTube で、いろんなねお菓子をね紹介してますので、ぜひね皆さん遊びに来てください。こちらになります。バスチーのショコラできました。早速食べていきたいと思います。じゃあ早速食べます。おお、柔らかい。香りがいいです。香りがやばいな。これシャンパン欲しくなっちゃった。うん、やばちいです。どうですか。濃厚です。めちゃめちゃ濃厚で、うん、チョコレートがすごい香って美味しいです。いや、チーズとチョコレートって合うね。合います。やっぱり発酵食品だから、お互いがお互い発酵してるから。うん、その発酵のマリアージュみたいなね、うん、喉の奥からね旨味が感じるような、そういうね、はい、バスチーに仕上がったと思います。美味しかったですね。ありがとうございます。はいはい、このバスチーショコラ混ぜるだけなんで、ぜひねトライしてください。